皆さんこんにちは。今日はマイクラ PC やっていきます。最近ある人のマイクラ実況動画を見ていたら、なんか怪しいあるものを探している動画をやっていました。そしてこのワールド、自分のワールドでもそのあるものの手がかりがあったので、今回はその正体を見つけていこうと思います。そのあるものの手がかりがあった場所は砂漠にあります。このワールドではこんな感じで砂漠が結構広い範囲に広がっています。そしてその砂漠の中の手がかりがあった場所はここの辺の村の範囲にありました。早速行こうと思います。で、この村は普段から結構通っている村です。拠点の場所はここの左側の場所です。それでは早速行こうと思います。荷物を持っていこう。ツルハシがいる。強いツルハシ。そして、空のシルカーボックスと看板。行くぜ。もうすぐいるか。よっしゃ、飛んだ。こっちの方面だ。ここは、山小屋。雪山の山小屋。描写が追いついてないけど、で、方面はわかるぞ。こっちだぞ。ここにはサバンナがあります。いいね。いい感じだ。あれ。もう一個山越えか。ここが、あ、ここからが砂漠で、ここに村があります。ここの村はよく来たりします。いた。ここにベッドが設置あるとしてあるので、ここで寝ていこうと。マークがついている。OK。拠点ごとに地図を貼ってるので、近くに来たらマークがつきます。よし、朝に乗ったぜ。怪しいものは、日本の、なんか福井県にあるやつで、ここの村を、よいしょ、こっちにしよう。福井村と名付けよう。福井村。この村を福井村と名付けよう。その怪しい手がかりを見つけるだ。手がかりがあるのは、ここか。ここの、村のすぐ近くの洞窟。ここの洞窟はもう自然に開いてた洞窟です。行くぞ。行くぜ。行くぜ。マグマの音が聞こえる。こっちだ。その手がかりは、もう見えてる。これが、もう、このブロックが、その手がかりのブロックです。こんなにもう自然に見えていた手がかりです。これはなんとあれ、骨ブロック。そしてなんかバージョンだっけ、最近のバージョンから
実装されたみたいな。骨ブロック。これは化石というやつです。そう、福井の名物っていうか、有名なのは化石。ちょっとここを掘ってみて。あれ。化石発掘をしていこうと思いますけど。あれ。なんか一個だけもしかしたら。あれ。まだ続いた。よっしゃ、これは。じゃあここからは化石発掘していきます。どんどん続いてるぞ、これ。なんか普段見ている実況者さん。なかなか見つかんないって言ってた。こんなに丸出しで見つかるのは相当確率が低いらしい。こっちは。というわけで発掘作業が終わりました。こんな風に周りを掘ってみたらこんな感じの化石になっていました。この辺も多分ない。骨の形になっています。でかい恐竜か何かの生き物みたいな形になっています。貴重な発掘映像になりました。放
掘った石はこんだけです。意外と少なかった感じです。こっちもから、はい、とついでに村から前に見つけた怪しいへこみを今回はついでに見ていこうと思います。確かこっちの方になんか怪しいへこみがあったので、ちょっとついでに見ていこうと思います。確かこの辺だ、あれだ、これか、これだ、松明吹いてあるから、この丸いし、めっちゃ怪しい。なんかここ前なんか砂でかぶさってた気がするな。自然に落ちたのかな、砂が。丸石がめっちゃ見えてる。めっちゃ怪しい。怖い。ちょっとじゃあスコップで、スコップでちょっと見ていこうか。ここも発掘していく。めっちゃ怪しいな、これ。また死ぬか。スポーナーか。スポーナーだ。これはスケルトン。スケルトンが、スケルトンのやつか。何これ、キノコ。スケルトンのスポナーを発見しました。こんな砂漠のど真ん中で、お、ちゃんと宝箱もある。お、2つあるじゃん。てかスケ、お、どこつか、こっちは。てかスケルトンのスポナーをこのワールドで初めて、初めてだったから良いと。こっちは普通の動物か。ここ、こっちにとがってる鉄取っていこうか。宝箱を開けてみます。糸はまあ使うかな。レコードキャット、鉄の鎧、そしてチェストももらっていこう。はい、次そのオープン。金のリンゴ、鉄、骨だ。あとは普通の、そして名札欲しいね。チェストももらっていこう。はい、ということでここはスポナーでした。靴の動画になりました。化石はもうあのまま展示していこうと思います。このスポナーは何かに使えたらいいなって思います。じゃあ見てくれてありがとう。